き花を置きます。ちょっとね、今日は飲み旅、ぶらり旅みたいな感じで行こうかなと思います。唐辛子ニンニクでパワーをつけて、ごめんなさい。あ、うまっ。もう何十分か
なんか飲みますか？大丈夫ですか？いや、もう、だって6年ぐらいですね。5年、6年もっともっとなんか気もするけどな、分からんね。あんまり言うと年が、ユナコの年がバレるみたいな。バレるか言わんかったけど。あ、でもなんかあれ撮影あったよね、あれから。次の日なんか。ねえ、ユナコもバリバリなんか出とったよ。いや、めっちゃ恥ずかしかったもん。まあ、慣れよね。いや、ほんと難しいっすか。ねえ、いや、ほんまにまあね、それはやっぱ怒って。え、今日飲んでるんですか？あ、ボッケラーメンとかでね。さすがにあの JR の食堂ビールないって言われてコーラで我慢してるけど。いい感じやね、なんか。あ、ありがとうございます。いつも仕込みはいつからやってるんですか？1時、2時。あ、早く来たね。でも足りないですね。台湾風餃子。ちょっと大きすぎる。ありがとう。やめるん？はい、明日で。明日でやります。あ、もう明日なんですよ。明日なんですよ。あ、これ YouTube だけど大丈夫？あ、大丈夫です。全然。まあ、諸事情で。諸事情、まあ、いろいろあるわな。学校もやりながら、学校で、まあ、学校もあるし、まあ、なんか彼女のこともあるし、まあ、なんか彼女は来年以降こっちに岡山に来て、あとそれでそのことで結構最近進展があって、来年以降同棲し、どうしたらっていうのが親の方から話が来て。親ってどっ向こうの？僕の親から。そうなんだ。一緒に住んだお母さんのガス光熱費とかその、なるほど、こっちの現実的な問題で、そういうことか。いろいろのことでいろいろ戸惑った面もあったんですけど、でもやっぱ酔っ払いってやっぱ難しいよね。まあ、ちょどう対応したらいいのか、最初は戸惑ったんですけど、なんか見てるうちに、なんかこの人ちょっと危なそうだなって思って、傍から見て、そう、ちょっとさじ加減が分かってくるって、ね、なんかだんだんと見てるだけで、あ、この人そろそろ危ないのかなとかも、ちょっとこっち的には見極めがつくようには。まあそうだよね、そうだったかな。いろんな人がいて、いろんな、なんか勉強になると思うけど、やっぱりそこはね、愛する人べきものを守らなければ、守らないというか信じてあげなければ。必死に取っ払えばもっと重なるんで、あの結構ね、行き過ぎてちょっとあの小サイズみたいな、うん、アンディのおすすめで、うん、いいですかね。小サイズみたいな。ああ、そういうことな。ちょっといっぱいで、何がいい、なんかつけ麺、混ぜそば、ラーメン、混ぜそばで、混ぜそば、ラーメン、ラーメン、ラーメン好きやな。ラーメンつけ麺やねんけどな。あ、つけ麺、じゃあつけ麺、つけ麺、つけ麺じゃあハイボールで。
あ、ありがとうございます。はい。北さんだからいいわ。本当にやばいですよ。違うんですよ。本当違うんですよ。だからなんで考えの。はい、美味しかったです。ああ、よかったよかった。ちょっと僕も飲みすぎて食べすぎてあれなんで、はい、なんかそんなにガッツリはいけなかったんですけど、はい、小盛りでもつけ麺の小盛りだったな今日は。ですよね。シチューと小でも 50g しかあれがなくて、あんまり変わらないけど、でもまあ最後の締め的にはすごい良くて、はい、次はまぜそばとラーメンも、はい、また、はい、でまあ元々 DJ をやってて、僕も一緒にね現場が一緒だったりして、はい、DJ をやりながらというか、まあ、ちょっとお店も、はい、他のお店やりながらでラーメンやっても、はい、二刀流三刀流っていう頑張ってます DJ アンディ。最近全然やってないけどね、わがままも聞いてくれるんで、すごいいいとこなんで、ぜひぜひぜひ、またちょっと密着でもお世話になるんで。わかりました、はい、まずいつでも言ってください、はいはい、じゃあ僕今日は歩いて、あ、電車乗って帰るんで、はい、今ちょっとあんま長居できないんで。いえいえ、わかりました、はい、すいません、はい、ごちそうさまでした。またぜひ、はい、はい、お願いします。